ベルリンのアンネ・フランク・ツェントルムに展示されているアンネの日記。アンネの日記とはユダヤ系ドイツ人の少女アンネ・フランクによる日記様の文学作品。第二次世界大戦の最中のドイツによる占領下のオランダ、アムステルダムが舞台となっている。国家社会主義ドイツ労働者等によるユダヤ人狩りのホロコーストを避けるために咳も出せないほど音に敏感だった隠れ家に潜んだ。 8人のユダヤ人たちの生活を滑車したもの。執筆は密告により、ナチスドイツのゲシタポに捕まるまでのおよそ2年間に及んだ。1942年6月12日から1944年8月1日まで記録されている。彼女の死後、生き残った父、オッドフランクの尽力によって出版され、世界的ベストセラーになった。主要な登場人物は、 アンネと一緒にアムステルダム市プリンセンフラハト263番地の隠れ家に隠れていた7人の同居人である。1944年8月4日の午前10時から10時半頃、隠れ家に潜んでいた8人のユダヤ人は何者かからの密告を受けて出動したアムステルダム中流の保安警察の職員たちによって逮捕された。彼らをかくまっていたビクトール空振れると、 ヨハンネス・クレーマンの二人も連行された。しかし女性だったミープ・ヒースとベップ・フォス・キュイルは逮捕を免れた。逮捕されたユダヤ人8人の中で戦後を迎えることができたのはオット・フランクのみである。アンネをはじめとした他のユダヤ人7名はそれぞれの移送先の強制収容所で死亡する。1947年に コンタクト社から発売された本保安警察が去ると、ミープヒースとベップフォスキュールは床の上に散乱した文章をすぐに回収した。それらのテキストは戦後アムステルダムに戻った夫に渡された。彼はこの文章を編集してまとめ、アンレやフランク一家をよく知る人のために、バンとして配った。やがてこの文書の存在は広く、社会に知られるようになり、周囲の声に押され、 本格的な出版に踏み切ることになる。初版は1947年にオランダのコンタクト社から発売された。アンネは隠れ家のことをその形からヘッドアハターハウスと名付けていたが、これはオランダ語版の日記のタイトルとなった。アンネはオランダ語で日記を書いており、ミープから原稿を受け取った夫が主化版としてドイツ語でまとめたのが最初の翻訳である。 1947年にオランダ語で出版に至ったアンネの日記は1950年にドイツ語訳とフランス語訳が1952年に英語訳が出版されイタリア語版スペイン語版ロシア語版日本語版ギリシャ語版がそれに続いた1989年と1995年にはそれぞれ新たな英訳が出版され1995年の 英語版は中国語に翻訳された。日本では1952年に文芸春秋から皆藤幸三が英訳本から日本語に翻訳した光ほのかにアンネの日記のタイトルで出版された。その後、光ほのかにという役所が他に存在することが判明し、副題だったアンネの日記が日本語版の生代となった。文藝春秋社からは1994年に 完全版として、これまで収録されなかった記述を加えた、深町マリコ訳室のものが発売、2003年には造補新定版が文春文庫から発売されている。日本語訳の初版が出版された当初のオランダでは、日本がこの本を発行することに対する抵抗が強かった。原因はかつてオランダはアジアに持っていた植民地であるインドネシアにおいて、 大日本帝国と対峙し、追い出された上に、かつて大日本帝国が、ナチス党政権下のナチスドイツの同盟国であることが、原因と思われる。役者の一人が、アムステルダムの本屋で、アンネ・フランクについての文献を探していたところ、市民だから、お前たち日本人に、アンネのことが分かってたまるか。と、店から追い出されたり、本屋によっては、日本人には、 アンネの本は売れないと拒否されたという。作家志望だったアンネ・フランクは手始めに自分の日記を出版することを考えており書き溜めたものを遂行する作業を自ら進めていた。よって日記にはオリジナル原稿と彼女自身の聖書による改定稿の2つが存在する。これらはどちらも完全な形では残っておらず、アンネの死後夫フランクによって オリジナル原稿と改訂稿を相互保管する形で祝約編集された。いわば復元版である。出版にあたっては編集の過程で第三者によってさらに本文の削除や修正が施された。削除箇所の多くは母親への辛辣な批判である。その他に第三者に関する批判、若干の退屈なエピソード、性の目覚めに関する記述の削除。 並びに存命中の者の,のプライバシーを保護するための配慮があった。以上のような編集が加えられたため、書店に並んだ日記は、アンネ・フランクが書いたものと一時一行同じとは言えない。しかし、内容は概ねアンネ・フランク自身のものと一致しており、1960年及び1981年の文書鑑定では、これらの編集作業は、日記のオリジナリティを損なうものではないと、 結論付けられた。オットー・フランクの死後、原本はオランダ国立戦時資料研究所に寄付され、そこで科学的調査が行われた。その結果、原本に使われている紙、インク、糊は当時のオランダで入手可能なものであり、原本自体はアンネ自身によって書かれたものであると最終報告された。また1990年、ハンブルク地方裁判所は、 原本の筆跡がアンネ本人のものであると結論付けた。なお、削除箇所については、後の版で増補されており、2010年現在、原テキストに近い形で刊行されている。また、原本を保管しているオランダ国立戦時資料研究所によるアンネの日記研究版では、3種のバージョンの比較、日記の信憑性に対する攻撃の経緯、筆跡鑑定、 インクや紙に関する科学的調査などについて研究結果が承述されている。第二次世界大戦後10年の間にアンネ・フランクの名が広く知れ渡り、ドイツの残虐行為が明らかになるにつれ、まずホロコースト否認論者により、アンネへの抽象やアンネの存在自体への会議、日記の信憑性に対する疑問が提された。1958年、 アンネが実在したというならば、アンネを捕まえた人間を見つけ出してみせろという、ホロコースト否認論者からの主張を受けて、海外へ逃亡した元ナチス党員やドイツ軍人の戦犯容疑者を捕らえる、ナチハンターとして、著名なサイモン・ビーゼンタールは、アンネらを逮捕した人物の調査を開始した。ビーゼンタールはその人物、元ゲシタポで、オランダではナチス親衛隊保安部総長をしていた。 カール・ヨーゼフ・ジルバー・バウアーを1963年に探し出し、アンネが実在したことを証明した。インタビューによって、ジルバー・バウアーは、戦時中の行為をすぐさま認め、アンネ・フランクの写真を見て、彼が逮捕した人々の一人であると確認した。彼の供述は、オッフランクらの供述と合致した。1959年、アンネの日記は絶像であると勤務先の、 学校内文書に書いた元ヒトラー,ユーゲ言とで、当時は教師をしていたローサー・シュティーラウに対して、オットー・フランクはリューベックで訴訟を起こした。1960年、裁判の結果、法廷は日記が本物であるとの裁定を下した。シュティーラウは主張を撤回し、オットー・フランクはその件についてそれ以上の追及をしなかった。1970年代中頃、 イギリスのホロコースト否認論者、デイビッド・アービングは、日記は偽物であると表明した。1976年、日記が偽物であるというパンフレットをフランクフルトで配布したハインツ・ロースに対して、オット・フランクは訴訟を起こした。裁判所は、ロースがこれ以上そのような声明を出版した場合、50万ドイツマルクの罰金と6ヶ月の懲役を課すとの採決を下した。 1978年と1979年の同様な二つの訴訟については、夫をフランクのような被害者自身による告訴ではなかったため、言論の自由の検知から裁判所はその訴えを棄却した。アンネの日記は絶像であると求断した二人のネオナチ、エルン・ストレーマーとエドガー・ガイスが逮捕された時、日記の心断に関する議論は最も白熱した。 彼らが上訴している間、歴史家チームが夫をフランクと協議して原本の調査を行い、日記は本物であると結論したが、1978年にレーマーとガイスの上訴に関して、ドイツの内務省に属する犯罪調査局は原本の紙とインクの種類の科学調査を依頼され、日記をルーズリーフに書く際に使用されたインクは戦時中のものであるが、 ルーズリーフに後からなされた訂正は黒、緑、青のボールペンによって書かれているとの報告を裁判所に提出した。b k a はボールペンでの訂正について詳細な証拠外部に示さなかったが、日記の正当性を疑う人々はこの点に注目した。ボールペンは第二次世界大戦の終戦以前は一般的ではなかったためである。 1986年原本を保管するオランダ戦時資料研究所はさらに詳細な科学的調査の結果を報告した。その際、どの部分がボールペンでの訂正部分なのか指摘するように求められた BKA はその部分を指摘することができなかった。オランダ戦時資料研究所自体は アンネ・フランクのルーズリーフに挿入されたボールペンによって書かれた2枚の紙を確認していたが、翌1987年、裁判所から筆跡鑑定を依頼されたハンス・オクルマンは、その2枚の紙は彼の母ドロシー・オクルマンがミナベッカーと共同して日記の調査を行った時にドロシーが書いたものであることを明らかにし、ボールペン問題には決着がついた。 2003年に出版された改訂批判工程版には以下のように記されている。ボールペンで書かれた痕跡があるのはルーズリーフ帳に挟まれていたわずか2枚の紙である。図 6ii と3に示されているように、これらの紙はプラスチックのカバーに対応する場所に置かれている。実際の日記においてこのことは何ら意味を持たない。2枚の用紙に書かれた筆跡は、 他の日記の部分の筆跡とは大きく異なっている。2009年7月30日、国際連合教育科学文化機関は、ユネスコ記憶遺産に、アンネの日記などを登録すると発表した。2016年1月1日、フランスの南都大学の研究者、オリビエアーツ・スカイドと、緑の党議員、イザベル・アタールは、アンネが1945年に亡くなって70年が、経ち、日記は、 パブリックドメインに帰属するとして、アンネの日記をウェブサイトで公開した。これに対しアンネ・フランク財団は、日記はアンネの死後に出版されたものであるため、著作権は公表時から50年に延長されると主張。例えば、オランダ戦争資料研究所によって1986年に出版された版ならば、少なくとも2037年まで著作権の保護期間であると述べている。 ウィキソースに掲載されていたアンネの日記はウィキメディア財団がアメリカ合衆国の司法管轄下にあることからデジタルミレニアム著作権法に基づいて2016年2月10日にウィキソースから削除されたことが発表された。ありがとうございます。